ようございます。ボスニア・ヘルツェゴビナのモスタルという場所に昨日の夜着きました。今日一日街歩きしたいと思います。結構楽しみにしてた国であり楽しみにしてた街の一つなんですけど、めちゃめちゃ寒くて、天気めっちゃいいんですけどね、昨日、おとといのドゥブロブニクがやっぱずっと雨やったんで、今日すごい晴れて天気いいんですけど、ちょっとイスタンブールと同じぐらい寒くて、日本の2月とかちょっとそれぐらいと同じ寒さなので、もう手がかじかんでますね。物価も一気にまた安くなったので、ドゥブロブニクは本当にかなり物価高かったんでね。寒い。見てこの水のめちゃめちゃ水なんか色というかすごいいい色してません？エメラルドグリーンで。で見てくださいよこの自然、すごい良くないですか？この山々とオレンジの屋根の家と晴れた青空、空気めっちゃ美味しい。イスタンブールやブルガリアのソフィアと全然違う。なんか、寒い。風がすごい。見て国旗がもうめっちゃなびいてる。でも本当にいい自然、オールドタウンの中に入っていきたいと思います。風が吹いてなかったらテラス席でブランチしたいけど、私が生まれた1993年30年前がここで、つい本当最近までってことですもんね。ここでこうやってボスニア言うたら紛争のイメージを皆さんお持ちやと思いますけど、そういうね、大虐殺があったって不思議な感じですよね。今はこうやって整備されてておしゃれなカフェがあって、でも紛争があったのが92年から95年なんで、本当私が生まれた時ぐらいの話ですもんね。つい本当30年前ですもんね。深い傷跡を負った街です。やっぱ国境を越える時とかバスでこう移動してくる時とかもそうやったんですけど、いろんなところにねお墓があります。ここにもお墓ありますね。ミナレットが一本のモスクの向こうに美しい山、結構建物がボコボコ穴が開いて、穴というかね、銃弾の跡やったり爆弾の跡なんかなっていうような跡があったりします。平日の午前中なんで人は多くないですね。素敵な街並み見て、このなんかもう異国情緒あふれる感じ、急になんかオスマントルコ時代のなんかイスラム系の国に来ましたみたいな。うわー素敵、好きだよな、この感じ、わかります？この感じ。こっからか、本物のオールドタウンみたいなところ。めちゃめちゃ素敵。なんか一気にテーマパークに来た感じの。ここのレストランめっちゃ可愛いな。あとでなんかボスニアっぽい料理を食べたいな。でもなんやかんややっぱブレックが美味しいなと思って、昨日もクロアチアのドゥブロブニクで食べた、なんちゅうのかな、ディニッシュパンみたいな、パンの中にいろいろチーズとかスピナッチとか、チキンとかいろいろ、具材は店によってちょっと違かったりもするんですけど、あのパンがね美味しい。あとお土産も後で買おうかな。わ、すごいトルコランプかわいい。さすがに買って持って帰れないけど、うわーてかもう風強い、見て
風の強い感じ分かります？この映像で風強いの分かる、伝わるかな。これ割れ物あんま並べん方がいいんじゃないかな。飛んでいて割れそうじゃない。あー見えてきた、古い橋見えてきましたね。あれです、古い橋、その名も古い橋。オスマントルコの時代に作られて、でも紛争で破壊されてしまって、また紛争が終わった後にその当時と同じ形に再建されたみたいで、2005年やったかな、結構割と最近ユネスコの世界遺産に登録されたそうです。めっちゃ綺麗、この川むちゃむちゃ綺麗。いろんな宿で知り合った、バックパッカーの人たち、いろんな外国のバックパッカーの人たちが結構口を揃えてモスタルいいよって言ってたのがなんかわかりますね。このなんていうの、空気、ネイチャーのこの自然が織りなす生命のこうみなぎるパワーをね、今すごいこう感じてるというか、マイナスイオン、やっぱ人間って日の光浴びることってめっちゃ大事やなって今すごいなんか感じてます。結構道はね、このボコボコしたちっちゃい石が並べられた道なんで、しっかりスニーカーで来てください。トルコとかモロッコに来た時を、行った時をなんか思い出す景色。ドゥブロブニクはドゥブロブニクの良さがあって、こっちはまたこっちの方良さがありますよね。これね、モロッコ行った時にね、ほぼほぼ同じデザインのやつ買いました。でも引っ越しの時にね、割れちゃったけど。はい、古い橋の上に登っていきます。すごい、川のせせらぎと風の音。あ、寒い。あ、でもすごい自然のパワーを感じる。なんかここの橋の上からこう飛び込む、飛び降りる、なんていうの、行事じゃないけど、そういうなんか男の人の風習もあるってなんか聞いたんですよね。あ、でもこれ風なかったらさ、ああいうテラス席でティータイム楽しみたいですね。ああ来てよかった、自然の儚さを、風が強いけど自然の儚さを感じてます。めっちゃテーマパークめちゃめちゃテーマパーク感がすごい。わあ、アイスいいな。でもちょっと寒いよな今日。あ、ボスニアコーヒーいただこうかな私も。ボスニアコーヒー、なんかトルキッシュコーヒーと結構似た感じの作り方みたいですけどね、上澄みだけ飲むスタイルって書いてあったな。ちょっと向こうまでちょっとだけ歩いてみようかな。その前にお土産も可愛いな。美味しそう。めっちゃエキゾチック、なんかエキゾチックな街並みですね。まあ歴史は決していいとは言えず、そのかなりね、大虐殺もありましたし、かなりの犠牲を払った国、町ですけど、自然すごく豊か。なんか民族とか宗教が違うだけでそうやって対立して殺し合うことのなんか愚かさっていうのを改めて感じますよね。
ここにも猫ちゃんがいます。あの明日はねサラエボの方まで行くんで、あのボスニアの国鉄使って朝一の電車で2時間ぐらいかな、バスで行くよりね全然安い、値段が安かったんで、もう朝はめっちゃ早いですけど、そのバス、あの電車でボスニアに行きたいと思います。スイスの軍服着てましたね。スイスって武装してる永世中立国ですよね。非武装ではないですもんね。はい、シンディローパーが流れてるこのお店に入りました。こんな感じですかね。ボスニアコーヒーを注文しました。いただきます。はい、ボスニアコーヒー2ユーロです。ターキッシュコーヒーと結構似てますよね。いただきます。あったかいので外の席に移動してきました。やっぱコーヒー美味しいですね。今日はすごい天気も良くて、風が強くなければ外の席がやっぱ気持ちいいですね。こんな感じですごく気持ちいいです。カモかしら、泳いでるのは気持ちよさそうですね。カフェのボスニアコーヒー飲んだカフェの店員さんにいつがベストシーズンって聞いたんですけど、まだだねって言ってましたね。夏ぐらいかなって。確かに夏気持ちよさそうですよね。今日はまだちょっとやっぱ寒いね。天気はめっちゃいいですけど。カモン、カモン、カモン、カモンとか、こういうくだらないダジャレの映像を撮ってるとどんどんハンディカメラの充電がなくなっていくんですよね。かわいい。生きることは旅すること、終わりのないこの道。眺めのいいレストランで、大好きなビールスープ、子牛のスープとホットティーとパン、あとちゃんとオリーブと塩もあります。最高です。もう風がなければめっちゃ最高なんですけどね。いただきます。ここのラビリントって、ラビリントってラビリンスのことかな、もしかして。このお店でいただきました。ビールスープとパンとホットティーで7ユーロぐらいかなです。ごちそうさまでした。本当にたくさんお墓がある。今たまたま歩いてて、なんかめっちゃエジプトの何くさび型文字だっけ、象形文字だっけ、なんかあんな感じの壁が見えると思ってさ、でよくよく見たらさ、なんかこの何これ、ミイラみたいな、めっちゃびっくりしたんですけど。まだ2時ですけど宿に戻ってきてゆっくりしてます。夕方前ぐらいになったらもう一回出かけようか迷い中です。はい、4時半ぐらいです。宿で結構ゆっくりしてもう一回こっちの方に来ました。お土産欲しいけどな、なんかほぼほぼどこもキャッシュオンリーなんで、なんかどうしようかなってすごい悩んでます。あー、なんか夕方もまたちょっといいですね。でもやっぱね、朝とか午前中がいいやろな。まあでも昼過ぎもいい、あ、夕方もいいね。お土産、このコップの形をしたマグネット買いました。1ユーロ50セントやったかな。はい。買いました。かさばらないのでいい感じです。は
い、明日は朝一6時半の電車でサライボに移動します。今日はここ動画はここまでにしようかな。おやすみなさい。寒い。スーパーでちょっと食材選んでます。ダンキンブラックが流れてます。さっきもね、駅であれ流れてましたよ。ミスタービデオ To be with you。ロック好きにはたまらないんじゃないですか。